第10戦イギリス GP でのフェラーリの戦略は残念なものでした。サインツをニュータイヤにして、ルクレールは若干新しいタイヤでしたがスティ。結果は、サインツ優勝、ルクレール4位。これでは、ルクレールが起こるのは当然のように思います。そのための仲直りディナーがあったようです。これでわだかまりが消えるんですかね以下引用。スクーデリア・フェラーリのシャルル,ルクレールは、モナコの有名なホテル・ド・パリで、 チーム代表のマッティア・ビノットと夕食を共にした。最近のスクーデリア・フェラーリは全てがうまくいっていないと言っても過言ではない。シャルル・ルクレールは F1 イギリス GP でのチームの戦略に腹を立てた。最初はオープニングスティントでカルロス・サインツ・ジュニアの後ろで多くの時間を失い、その後セーフティカー中のチームのコールによって勝利を戦うチャンスを奪われた。シャルル・ルクレールはトップから4位に交代した。代わりに チームメイトのカルロス・サインツ・ジュニアがレースに勝利した。チームの意思決定が不十分なために勝利の可能性を失ったのは今シーズン2回目となる。最初はモナコでのホームレースだった。火曜日の夜にシャルル・ルクレールとマッキー・アビノットは一緒にいることを発見された。今回は遥かに調和の取れた状況で火曜日の夜に一緒に夕食をとったモンテカルロのホテルド・パリを出てくるところを撮影された。ガズジェッタ、テロ、スポートは この会議は、シルバーストンで起こったこととは異なる味わいを持っていたと伝え、それは、レース後の緊張を永久に解消するディナーであり、イギリスグランプリの大失敗ですり切れた関係を強化するものであり、二人が、その緊張をオーストリアグランプリに持ち込むのではなく、わだかまりをなくすことができたとしている。だが、F1 イギリスグランプリのスクーデリア・フェラーリには賛否を巻き起こしている。元 F1 ドライバーのマルクス・レイルは、彼らは、 ルクレールから勝利を奪ったと F1insider.com に語った。それ以上のことはないと同じく、元 F1 ドライバーのラルフ・シューマッファは同意した。ルクレールは、チャンピオンシップで、サインツよりも、はるかに良いポジションにいる。マックス・フェルスタッペンとの戦いは、非常にタイトであり、特に、マックスが問題を抱えていたとき、彼らは、彼が勝利をもたらすために、あらゆることをするべきだった。元 F1 チーム代表であるエディ・ショーダンは、 フェラーリのストラテジストのような友達がいれば、敵は必要ないと付け加えた。